日本鹿児島県薩摩仙台市九十町九十町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩国薩摩郡日脇号九十村。薩摩国薩摩郡平助号九十村。薩摩郡平助。村大技。九十。薩摩郡川内町大技。九十。薩摩郡川内町九十町。川内市九十町。郵便番号は895-0004。 人口は69人、世帯数は29世帯。薩摩仙台市の中央部、川内川の下流域に位置している。川内川は、地域の北端を蛇行して流れており、地域の北方には、東郷町南瀬、南方から西方にかけては、中村町、東方には、日脇町宗谷が接している。麻生市の中央部を、鹿児島県道394号山崎、 川内線が東西に通っている。また、中央部には中世入木院氏の居城であった、くすみ城跡があり、城の麓を中心に収録が散在している。また、九十城の南面には、魔が物がある。城石の東部にある大地は、基盤整備が行われ広大な形が造成されている。阿ざい内には、岩川、山の口、麦木場の三つのため池が所在している。 川内川には、東町から東郷町南前を結ぶ九十橋が、かかっている。この九十橋は2006年に発生した、平成18年7月豪雨によって、橋桁ごと流出したが、国の補助を受け2010年8月8日に復旧した。くすみという地名は、当地がくすとから倉浦に通じる山越えにあたる地で、あり、小菅。 屈死に転化したことに由来しているとされている。また、くすみは久しへとも書かれる。障子は河の口、古川、田切さん、池田、麦、木場、中鶴里井城が佐古川、小、勝つる、酒の勢い、落ちし、狭間畑、岩川、山の口がある。くすみという地名は南北朝期より見え、薩摩国薩摩郡のうちであった。 建徳2年の渋谷重門から渋谷重頼りへの譲り城には一所旧中村と見えるが、大江13年の渋谷重頼りから渋谷菊五郎丸への譲り城からは一色十村と見える。江戸時代には薩摩国薩摩軍日脇座とのうちであったが、遠方9年までは新職教と呼称していた。万治2年以降には日脇号は薩摩藩の直轄領となるが、 九十村及び中村、楠本村の三加村は、平田スク号を漁していた北郷氏の持ち切れなであった。ため、明治2年に日脇木里から平田スク号に編入された。村高は、天保郷町では206国余り、急行給料取調べ町では150国余りであった。1889年に、 町村制が施行されたのに伴い、平田宿郷の区域より平助村が成立し、それまでの九十村は平助村の大技、くすみとなった。1929年には平助村が熊野城村、東水引村が合併し川内町が成立し、川内町の大技となった。1940年2月10日に、鹿児島県広報に掲載され、 同日に施行された、薩摩郡川内町、町名改め昭南区域変更により、薩摩郡川内町大座九十を廃止し、それの区域を、九重町と解消すが、鹿児島県知事によって許可され、薩摩郡川内町大座九十の区域をもって、川内町の町、九十町が設置された。翌日の2月11日には、薩摩郡川内町が単独で施政施行し、 川内市となった。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下戸院町、日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、法定合併協議会において、川内市の町、寺については、現行通りとする。 と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。